このレッスンでは EMET がどういうツールなのかということを簡単にご紹介します。EMET は HTML や CSS を効率的に入力するためのツールです。サイトはこちらの EMET.io ということで、様々なエディターに向けてツールが公開されています。ダウンロードのページに行くと、それぞれのエディターの名前がありますので、お使いのエディターを選んで、 そのエディター向けの EMET のツールを設定することができます。さて、今、Dreamweaver で sample.html というファイルを開いています。けれども、html というのは名ばかりで本当に空っぽです。けれども、DreamweaverCC2015 には EMET がインストールされていますので、直ちに EMET を使うことができます。どのように入力するかということを簡単に見ます。ここはだいたい こんなツールなんだなということがお分かりいただければ結構ですので、それぞれの入力するコードがどういう意味かあまり細かく考えないで結構です。では、まずは、エクスカラメーション、びっくりマークですね。これを打ってキーボードからタブキーを押します。そうすると、HTML に基本的に必要なテンプレートとなるタグが入ります。そしてタイトルのところが現在ハイライトしてますから、ここにタイトルと入れます。 それから、エメット、残念ながら、欧米向けのバージョンですので、EN となっていますけれども、ここは JA に置き換えましょう。そして、ボディに入力をしてみます。大体の流れをご覧ください。H1 要素で、見出しを入れたいと思います。見出しというテキストを入れます。そして、その次に、UL 要素、リストですね、を加えます。その子供に、 li 要素を3つ含めたいと思います。li 要素には A 要素を含めて、その中に子供のテキストを入れます。項目とあって、さらに連番を加えたいという、こういうちょっと記号を入れるんですけれども、そしてキーボードからタブキーを入れると、直ちに展開されて、見出しが H1、UL 要素がその次に入って、 各エラ i 要素には A 要素が組まれ、項目123と、連番と入ったと、これがあっという間にできてしまう、入力できてしまうというのが、エメットの強力なところです。一応保存しまして、ブラウザーで確認します。Chrome で HTML ドキュメントを開きました。特にスタイルシートを当てていないので、デフォルトのままですけれども、このように簡単に入力することができるということです。このレッスンでは、 HTML や CSS を効率的に入力できるツール、EMET について簡単にご紹介をしました。